ゃじゃん、日光金谷ホテル、ホテルマーガリン、キュッ、伝統ある日光金谷ホテルがその技術を傾けて味を調整したマーガリンです。日光金谷ホテル泊まったことありませんけども、僕このマーガリンすっごい大好きなんですよ。何が違うってね、すっげえ柔らかいの。普通の有名なメーカーのさ、マーガリンとか買うとさ、なんか硬いじゃない、冷蔵庫から出した時に。これはね、冷蔵庫から出してすぐの時もすっごい柔らかいの。溶けるとか溶けないとかじゃなくて柔らかいんだよ、これは。ビリ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 、こんな色のマーガリンね。今冷蔵庫から出したばっかりなんだけど、ここちょっと触ってみますか。ほら、すっごい柔らかいのね。うんま。よし、じゃあ今から朝飯食べます。はい、じゃあマーガリンを塗ります。ほら、こんな柔らかい、こんな柔らかい、とろっとろ。いただきますよ。うまい。日光金谷ホテルのホテルマーガリンでした。